売のこちらピーチピンク、ピーチピンクフルーツフラペチーノと、あとスタバと、あ、スタバじゃない、ミスドとパブロのコラボのチーズタルト、こちらですね、こちらも食べてみたいと思います。では早速こちら溶けちゃうので、こちらのフラペからいってみます。いや、これずっと飲みたかったんだよね。やっと飲める。なんか色もピンクで可愛いね。裏にね、センキューって書いてくれてる。飲んでます。いきます。あー、美味しい。ピーチだー。あー、すごい。暑い夏にぴったり。美味しい。なんかね、上の方がすごいこうシャリシャリしてて氷が入ってて、なんか下の方がね、こう液体な感じになっててね、なんかこう層になってるだけど、上がね、ピーチホイップクリームが、入ってます。で、このフラペチーノは、ピーチとグアマ、グアマ、ピーチとグアマのブレンドみたいです。なので、はー、割とっていうのかな、やっぱピーチだけじゃない甘みがあるなと思ったら、クワタだったのか。めちゃくちゃ美味しい、これ。で、果肉がね、ピーチの他にピンクグレープフルーツとストロベリーが入ってるみたいで、こうピンクっぽい色のフルーツがすごくゴロゴロ入ってるみたいです。なんかね、下の方に結構そうね、沈んでるから、こう飲みたい人はこうかき混ぜて飲んでもいいかも。いやー、でもなんかあれやね、ちょっとここのクリームも飲んでみたい。あ、飲んでみるじゃないね、食べてみる。ちょっと食べてみよう。ちょっとごめんね、スプーンで。あ、スプーンじゃない。あ、おいしい。ピーチピーチ。あー、ピーチとね、ミルクの組み合わせがすっごいおいしい。暑いからめちゃくちゃ飲んじゃう。うん。ああ、これはもう本当、もうリピートしちゃうぐらい美味しい。やっぱここ数ヶ月の中で私一番好きかも。なんていうかな、変な甘ったるさがなくて、なんだろう、ピーチってこう物によって結構酸味が、後味が残ったりするけど、そんなに今回のピーチは酸味が残らなくて、やっぱりグアバのせいかもしれないんだけど、とにかくすごい美味しい。はい、というわけで次、こちらのチーズタルトに行ってみたいと思うんですが、私ね、実は昨日 ASMR でこのチーズタルドのチーズタルドグラムっていう、これが上がアプリコットが乗ってるやつになるんですけど、これのアプリコットが乗ってないバージョンと、これ上にストロベリーソースがかかってるんですけど、これストロベリーじゃなくてアプリコットソースがカミカミやんかかってるやつと、あとポンデレアチーズを買って ASMR やったんですよ。なんですが、誤ってデータを全部消してしまいました。もうね、全部食べて、はぁ、あ、美味しかった、お腹いっぱいってなって、はぁ、あ、この音皆さんに届けられるって思ったら、データがなくなっちゃって、もうすごいね、さっきまでね、ちょっとへこみモードでした。でもめげずにまた買ってきた。で、今日はレビューしようと思って、で、まあ、昨日とはね違う、今日は上がこっちのアプリコットバージョンとストロベリーバージョンで、食べてレビューをしていきたいと思います。なんで今日食べられるから嬉しいってことで、ポジティブシンキングでいこう。というわけで、これはね、チーズタルドアプリコットって言います。ベークドチーズ風のチーズケーキ、チーズケーキどっちなんだいって話だもんね。ちょっと待ってね、これ切れないからさ、ちょっとナイフとフォークにすごい、はい、こんな感じですね。美味しそうだね。ちょっと食してみたいと思います。はい、ではこっちからいこうかな。こんな感じですね。ではいただきます。
はじめあのチーズの風味がすごい来るから、あ、パブロのチーズタルトと思うんだけど、下の方があのいつものタルトよりももっと何て言うんだろう、なんか柔らかくてふわふわしてて、まあ、これがきっとちょっとドーナツっぽいんだろうけど、なのでまあどっちみたいな安寧な、なんていうんだろう、食感というかにしてると思うんだけれど、あー確かに食べたことないっちゃ食べたことないかも。パンケーキとも取れるような感じ、すごくね、あの柔らかい、なんかね、この見た目がこうタルトっぽい生地をちょっとね、なんだろう、あのイメージしてたんだけれど、意外と食べてみると、うん、ふわふわしてて、あのチーズの存在感に負けない生地感があります。アプリコットも美味しい。こっちも、あ、これ売り切れてなくてよかった。買いに行くとき心配したんですよ。ちょっとね、今撮ってるの夕方なんですけど、結構スタバって夕方とか売り切れちゃったりするじゃない。なんならすごい人気あるやつ、あのほらちょっと前のあのストロベリー、なんだっけ、なんか丸ごとストロベリーみたいなフラペチーノのやつなんかもう12時とかのお昼にもういつも売り切れてたから、もうあっという間にあれ売り切れましたよね。はい、というわけで、はい、次はこちらレアチーズシューストロベリー行ってみたいと思います。これで切るのは正解、手で食べるのは正解、え、どっちなんだろう、ちょっとね、でもこっちのさっき食べたやつが手で切ったから、ちょっと今日上品にいってみようかな。ではいただきます。爽やかだね。中のクリームっていうより、なんか上のストロベリーソースとか、なんていうの、この上にかかってるチーズ風味のなんかソースっていうのかな、それの存在感の方があって、なんか中のレアチーズホイップの存在感がすごい優しい感じ、チーズタルトの方がすごくねチーズチーズしていて濃厚で、やっぱり見た目的にもタルトっぽいから、やっぱり想像もちょっとできやすいのかなと思うんですけど、こっち の、 あのレアチーズシューの方がやっぱりシュークリームだから、やっぱ食感も軽くて、レアチーズホイップだから味もすごく爽やかで軽いので、軽い口当たりが好きな人はレアチーズシューの方がおすすめかなと思います。で、結構私チーズがすごい好きだから、こう濃厚なチーズのこう味、食感を味わいたいっていう人はこっちの、 あのチーズタルトの方がいいかなと思います。というわけでですね、今日はスタバのピーチピンクフルーツフラペチーノとミスドとパブロのコラボチーズタルトを食べてみました。ぜひね、こちらのチーズタルトなんか他にも種類がこうアプリコットソースだったり、逆にこっちのアプリコットソースがかかってないものだったり、あとはこうオールドファッションにちょっとこうあのチーズ風味のクリームがかかってるものとか、はね、ポンデレアチーズとか他にも、種類があったので、ぜひ気になるものを食べてみてください。というわけで本日の配信は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもよかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。インスタとツイッターもぜひぜひフォローお願いします。ではまた配信します。じゃあねー。